ワンピース界のルフィでーす。ワンピース界のルフィってルフィなんですよ。あ、ごめん、 YouTube 界のルフィでした。ごめんなさい。ということでですよ、今回何をやってかと言いますと、酔っ払って帰ってきた彼女に彼氏がめちゃめちゃ理不尽にぶち切れたら彼女はどうするのか、ドッキリー。決まった？決まった。ただちょっと頭切れちゃいました、一瞬、ちょっとだけ。ということで本日の夕方から陽子が久々に友達と飲みに行くと言ってたんですけれども、これはドッキリチャンスだなと思いましてやろうかということで、もしレンさんがブチ切れて、陽子さんがはみたいな感じで本当に切れちゃったらどうするんですか？切れることある？もしかしたらあるかもしれない。切れたらもうドッキリだったよって、 I love you って、会いに。それちょっと面白くないですか？行った方がいい、行ってほしい。で、陽子が泣かない限り行く。はい、移動しない、移動しまーいや、めっちゃ信用できねえんだけど。じゃあ、ヨークがもし仮に、いや、おかしいよ、言ってることおかしいよとか来たとしても、俺は生き続ける。ということで、やっていこうかなと思います。それでは、レッツー、理不尽彼氏クソみたいなレッツっすね。トイズチャンネル。はい、ということで、ヨークがあと少しで帰ってくると今連絡があったので、すぐにセッティングしようと思います。おい、ただいま。何時だと思ってんの？12時過ぎ。もう12時だべ。なあ、え、早くない？でも酔っ払ってんのお前。もう飲んできたからね。え、なんで怒ってるか分かる？うん、腹減ってんだよ。は？腹減ってんの。作ればよかったよ。何も置いてねえじゃん。分かる？悪いべ、なんかしないんじゃん。お前さ、料理とか家事やれよ。お前の仕事だべ。やってんじゃん。お前女だよな。女なのに家事してねえじゃん。腹減ってんだよ俺。多分自分でできんだよ。できないの？で、女でしょお前。何、分かる？俺男じゃん。女じゃん。家事しろよ。いや別に自分でもできんべ。だ、自分でもできるじゃねえんだよ。なん、男は稼ぎます。お前料理しろよ。家事しろよ。何の前遊び行ってんの？何の行ってんの？遊びに行ってくね。飲み行ってんね。お前だって行くじゃん。俺は別にいいじゃん。一緒だろ。いや男だから俺。意味わかんないから。帰ってきてそうそう、うざ。普通に俺がうぜんだよ。なん。別によくね、飲み行って。よくねえだろ。家事なんてさ、できる方がやればよくね。だ、家事は女がやんの。意味わかんねえから。わかんだろ。そのさ、家事は女とか育児は女とかやめてくんない？育児も女でしょ。いや、ちげえだろ。産むのどっち？いや、産むのは女かも。女だよね。作るのは一緒。いや、だから産むの女だべ。何？産むの女でしょ。産むの女だから。じゃあなんで育児、なんで育児は、育児もだから女でしょ。え、お前が産むのに俺が育児するの？育児は二人でするもんでしょ。産むのどっち？産むのは女だけど、女じゃん。産んだ方が女じゃん。育児しなきゃいけないっておかしくない？一人で産めねえから。俺産むんです。俺が産むならいいよ別に。意味わかんない。俺が産むなら俺育児するわ。マジでうざい。でも飲み行ってたくせに言うなよ。本当にうざい。何なの？何飲み行って12時に帰ってきてそんなこと言ってんのお前。はお前いつも朝9時に帰ってくるんじゃん。別に男だからね俺。いや意味わかんない、関係ねえだろ。お前女じゃん。お前が飲み行くと俺心配すんの。いや別にお前だって飲み行くし。で俺男やん、付き合いあんじゃん。男だから付き合い、付き合い、付き合いって。お前普通にプライベートじゃん。行くよ。ダメ？友達と付き合い。だ、友達も飲み行って仕事に繋がることあんの？繋がんの仕事に。じゃあ付き合いだから。いやお前ふざけんな。付き合いって言うの。ふざけんな。付き合いだから。変わんねえから。で、男は付き合い飲みがあんだよ。で、一緒じゃん。わかる？お前は心配して行ってんの？わかる？別に無事に帰ってきてんじゃん。それ心配心配なんて迎え来いよ。そもそも帰ってこいよって話なの。もう料理ぐらい自分で作ってくんない？料理お前やれよ。いつも作ってんじゃん。たまに行くぐらいよくね。100分ずっと、じゃあ俺が迎えに行きます。でも料理作っとけよ。だから別にできる方がやればいいじゃんっつってんの。もう話になんないマジで。全然違うな。でも酒弱いべ。いや酒弱いからな。え、弱い強いどっち？調整してんじゃん。じゃあ酒弱いが言って。弱い。弱いよね。うん。じゃあお前飲み行くな。意味わかんない。恥ずかしいからお前。は別にさ、潰れたりしてねえじゃん。帰ってきてんの。潰れるかもしんないじゃん。じゃあ潰れないように飲んでんのちゃんと。俺酒強いから俺飲み行く権利があるんだよ。お前酒強くないんだから飲み行く権利ないの。わかる？でも強い弱い関係なし。いやあんだろ。権利って何？
何だ、酒が強いから飲みに行く権利があんの。いや関係ない。弱いのに行くなよ、しかも女が。じゃあ分かった。料理、ご飯作って行っちゃったら悪いよ。うん。だからそんな言い方なくねって。いや、あるだろ。家事は女。いや、あるだろ。家事は女。あるだろ。弱いやつ行くな。おかしいだろ。この俺が、うん、この家の、俺彼氏じゃん、男じゃん。お前俺と付き合う時点で俺がルールなんだ。俺に合わせろよ。なんでお前が意見言うの。お前付き合った時点で俺に合わせろよ。付き合った時点で合わせろよ。じゃあ酒、お前飲んでんだべ、今。うん、じゃあ妊娠出産誰がすんの、お前だべ。妊娠出産お前がすんだから、酒やめろ、お前も。じゃあお前もやめろよ。なんで俺やめんの。人に言うんだったらお前もやめろ。俺もともと飲んでますから。はは、いや、もともと飲んでますから。笑ってんねよ、お前な。意味は悪い。言い返すね、俺がルールなの分かる。俺と付き合った時点で俺がルールなんだ。おい。意味が分からん。ねえ。何？意味分かんないっつってんの、お前。マジ話になんない。なんで水飲んでんの、お前。別によくね。よくないだろ。は？何、歯じゃねえだろ。は？何飲んでんのっつうか、ぶっかけた。これでいい？何？明日なんか飲みに行くらしいですね。私？はい、うん。明日飲みに行くじゃないですか。うん、で帰ってきたら、うん、レンさんめっちゃブチ切れます。嫌だって言ってたの。そうっす。じゃあ通い。なんで？いや、そうです。明日飲みに行って帰ってきたら、レンさんが理不尽にブチ切れるっていうドッキリをするんですよ。はい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 。危な。なので、そのまま陽子さんも対抗してください。言い返せばいいってこと？はい。で、レンさんは陽子さんが仮にブチ切れたりとかあっても、そのまま続けるってるんで。じゃあ、めっちゃブチ切れても大丈夫ってこと？あ、そうです。それでも多分レンさん行ってくるんで、はい、それに負けじと。わかった。はい。喧嘩すればいいね。弱そう弱そうだな。だから要は逆ドキリってことだよね。そうです。ちょうど今レンさんサウナ行ってたんで、うんうんうん、まあちょっとチクロかなと。ほんとチクリマなんだから。でもよくぞやった。いつも私がチクられてたからね。やっとこっち側できるじゃん。なので明日ちょっとお願いします。はい、お願いします。じゃあ明日の飲み会楽しんできます。やりすぎじゃない？お前が言いすぎなんだべ。え、そんな言う？そんな言う？逆に。そんなに言う？男は稼ぎます。お前料理しろよ、家事しろよ。そんなに言う？育児もだろ、女でしょ。俺が産むなら俺育児するわ。そんなに言う？俺と付き合った時点で俺はルールなんだ。え、怒ってんの？え、そういうキャラ？どういうことこれ。怒ってんの怒ってる。ガチで怒ってんの。マジで怒ってる。いや、いいってこれ。本当だ。え、ごめん。何？全然いいんだけど。ドッキリ。私もドッキリ。え、ドッキリじゃないんだ。水かけてるよ。私もドッキリ。え、飲んでるよね。飲んできた。だよね。水かけてるじゃん。ドッキリじゃないし。ドッキリ一応。え、どういうこと？何ドッキリって？このドッキリ仕掛けてくるって知ってて、うん、コウタに言われて。え、じゃない？俺が怒るの知ってたの？知ってたから反撃しようぜって。ちゃんちゃん。え、終わり？終わり。Dumb like a Hellcat。 はい、ということで、なんと皆さん11月13日日曜日横浜にて初のオフ会決定しました。イエーイ。トイズ初の念願のオフ会なので、ぜひこれを機に皆さん足を運んでください。オフ会で手に入れられるオリジナルグッズや来場者全員にプレゼントもありますので、詳細は概要欄から。
待ってまーす。それでは本編へゴー。はい、最後じゃあどうぞ締めて。え、てか逆ドッキリとかいつぶり？え、コータ給料なしだべ。そうだよ、コータはチクリマンだから。チクリするたびにマイナス1万円。そうしよう。そうしようか。そうしよう。え、本当に知ってたの？え、知ってたからやってんのよ。はい、ということでドッキリ大成功。ドッキリ大失敗。じゃあこのチクリが面白いと思った方、高評価、コメント、チャンネル登録、振り込みよろしくお願いします。振り込みって何？お前銀行かよ。切り抜きな。振り込み、振り込みはお前詐欺師。リスナーに振り込み任せんなお前な。